お疲れ様です。はい、今日も代表と鍋くんが撮影のため不在となっておりますので、伊藤一人でお送りする YouTube となっております。よろしくお願いします。はい、ということで早速ですが、伊藤は意外に映画が好き、映画をよく見るんですけど、見るって言っても本当にいろんなジャンルを見るかっていうと、そうでもなくて、結構ね好きなジャンルみたいなのがもうあって、まずディズニープリンセスはすごく好きなので、昔からディズニープリンセスとディズニー映画はよく見る、毎回見るでしょ。あとはアメコミがすごい好きですね。なのでマーベルと DC ってあるんだけど、マーベルの方、マーベルの方はアイアンマンとかスパイダーマンとか、こっちですね、マイティーソーとか、そういうアベンジャーズもありましたね。そのシリーズはもう全部、全シリーズ見ていて、でついに楽しみに待っていて、ずっとね、コロナとかいろいろあったので延期されていたブラックウィドウが公開されます、もうちょっとで。でブラックウィドウもアベンジャーズの中の1位なんだけれど、スカーレット・ヨハンソンさんがブラックウィドウ役で、吹き替えが米倉涼子さんなんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、スカーレット・ヨハンソンさんもすごく綺麗です。で本当にかっこいいんですよね。なのですごい公開を楽しみにしていたので、やっと見れるなっていう感じで、すごく楽しみです。そしてそのもう一個 DC の方ね、 DC ってあれなんですよ、スーパーマンとかバットマンとか、そこにアクアマンっていうのがあって、アクアマンがめちゃくちゃ私好きで、映像もすごい綺麗だし、主演 のジェイソン・モモアさんもすごい好きだから、そのジェイソン・モモアさんの映画とかも結構見るんですけど、その続編がついに撮影が開始されたみたいで、もう本当に楽しみです。多分公開は来年だと思うんですよね。まあ来年って言ってた、すごく楽しみで、もう今からちょっとテンションがこうぐんぐんぐんといろいろ上がっておるところでございますが、代表もね、なんか映画見に行きたいって言っていたので、まあ、ちょっと代表は多分アクアマンもブラックウィドウも見たことないと思うのね、だから一緒には見に行けないかなとは思うけど、まあなんか昔はバックステージ映画の日っていうのがあって、お仕事終わった後にレイトショーでよく映画を見に行ったりとかしてたので、たまにはそういうレクリエーション的な楽しいこともみんなでできたらいいなと思っている今日この頃です。きっとこの間の YouTube で代表が見たいって言ってた映画が、多分バックステージ映画の日の第1回目になるんじゃないかな、久々第1回目かなになるんじゃないかなと思って楽しみにしております。はい、ということで今日は勝手に映画が好きで、勝手に好きな映画が始まるからウキウキしている伊藤の話をつらつらとさせていただきましたが、はい、明日は、土曜日で週末になってますので、明日はキッズカットのお客さんもたくさん来てくださいますので、元気よく頑張っていきたいなと思います。はい、というところで今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。さようなら。